マリア・パレオロギナは、セルビア王妃。セルビア語名は、マリア・パレオログ。東ローマ帝国のパンヒペルセバストスであった、ヨハネス・パレオロゴースの娘。アンドロニコス2世の知性に、メガスロゴテテスを務めたテオドロス・メトキティスの外孫で、皇帝ミカエル8世の彦にあたる。日のテオドラと百二十二年に死別していた、セルビア王ステファン・ウロシュ世と年に、 結婚した。当時、父のヨハネスは、テッサロニキの知事を務めており、マリアは幼少だった。1331年、ステファン・ウロシュ3世が、全否定オドラとの間の長男であるステファン・ウロシュ4世に、敗された後に死去すると、マリアは最重刑であった東ローマ皇帝、アンドロニコス3世の後ろ盾を得て、自らの子であるシメオン・ウロシュを、セルビア王に擁立しようと目論んだが、 果たせなかった。その後のマリアとシメオン・ウロシュは、ステファン・ウロシュ4世から害されることはなく、1348年に、シメオン・ウロシュが、ステファン・ウロシュ4世から、南部イピロスの知事に任命されると、マリアは、マルタの修道名を名乗って、修道院に入った。1355年4月7日に、スコピエで死去し、聖デメトリオス教会に埋葬された。その墓壊には、 マリアの来歴が簡潔に刻まれている。ありがとうございます。